ポケモン。はい、こんにちは、ちちさです。では今回はアーカラ島のシマスキャンやっていきたいなと思います。本日は土曜日ですね。チャンネル登録がお済みじゃない方はぜひチャンネル登録を、チャンネル登録もしてますよって方は高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。ではですね、シマスキャンをするためにはね、仕方なくね、仕方なく、くんかくんかせざるを得ないですから、今仕方なくこの儀式をやっております。別にくんかくんかしたくてしてるわけじゃないんですよ。これをしなきゃいけないので、いたしかたなくしてます。はぁ、あ。これすごくないですか？まさか QR コードスキャンで色違い出ると思ってませんでした。いつも適当な QR コード検索してやってるんですけど、こんなことあるんですね。こういう感じで、インターネットで検索して、QR コード埋め込んでます。Google 先生様々ですね。おや、ゴーストの様子が、いたずらに、いたずらに、シマスキャン前に交換したら、まさかの、ゲンガーゲット。すいません、シマスキャン関係ないのに。やってみるもんだな。ゲンガーに進化しました。自他が新しくポケモン図鑑に登録されます。ミンゴー！だよね、ミンゴだよね、これ。やっぱりミンゴ。いやー、同じページのポケモンが全部埋まったろ。かわいいっすね。私が一番好きなポケモンがゲンガーなんですよ。突然サムケンに襲われたらゲンガーに狙われた証拠。逃げる術はないので諦めろ。諦めろ、ひどいなぁ。シャドウパンチ。シャドウパンチか。シャドウパンチってそんな強くないんですよね。一応でも、覚えさせとくか。せっかくだから。諦めろ。1、2の保管。しかし、ノーマルタイプは効かなかったとかないのか。効かないはずですよね、でもね。よーし、じゃあ行くか、しますけん。はい、ということで、改めまして。アーカラ島のシマスキャンやっていきたいと思います。一体土曜日はどういったポケモンがゲットできるんでしょうか。なんかイメージ的に土日っていいポケモンゲットできるイメージあるんですけどね。よいしょ。はい。アーカラ島全域をスキャンしてます。珍しいポケモンの気配をキャッチしました。せせらぎの丘、これはあのポケモンじゃないですか。レートでも大暴れという噂の、あのポケモンじゃないですか。ということで、ニューラ先生を、ゲットの天才ニューラ先生を、お呼びしたいと思います。お招きしたいと思います。ゲットにはどのポケモンがいいんだろう。眠りごなか、眠りごなを覚えて、かつ、峰打ちが覚えるポケモンとかいるんですかね？皆さんは、どういったポケモンでゲットしてますか？てか、どこだろう？せせらぎ。せせらぎの丘。どこだ、どこだ。どこにある？せせらぎ。さっきからくしゃみが出そうなんですよね。今なんか風っぽいの弾いてまして、風じゃないんですけど。くしゃみがね、さっきから出るんで、なんかどっかでくしゃみ出たらすいません。先に謝っときます。でも出そうに出ないんだよね。気持ち悪い感じのやつが続いてる。よし。五番道路、ここの、こっちかな。せせらぎの丘が、と繋がってるっぽいんですけど、お得な掲示板、違うな。看板どこだ？これか。段差もある、入り込んだ道。こっちかな？お花牧場。
卵孵化場所だ。ここじゃないんだよね。じゃあ反対側なのか。それともなんか段差登ったとことかそういうの感じなのかな。とりあえず反対側行ってみます。よいしょ、よいしょ。雨降ってる。よ、よ。ちなみになんで歩いてるかっていうと、もう片方で鼻を押さえてるからですね。お、もう本当にくしゃみが出そうですね。やばいやばい。あ、これ。これ戦う、戦うやつ。戦って出られねえぜ。私はマリル、あ、マリルって言っちゃった。あの、何のポケモンかわかんないんですけど、島スキャンでゲットできそうなポケモンに会いたいですから。はい、マリル、来た来た。よいしょ。いやー、まさかあのシルエットがマリルだなんて、思っても見ませんでした。はい。はい、みんなうち。やっぱレベル差がありますね。みんなうち最高だな。じゃあ、モンスターボールで。赤と青で対比がいいのでモンスターボールでゲットしていこうと思います。よし、マリル捕まえました。よっしゃー。マリルニックネームはつけないですね。ちょっと強さ見てみましょう。水フェアリータイプ。そっか、フェアリータイプだから、レートで大暴れなんだ。ね、穏やかな性格。ドラゴンが大暴れにしてますから、それ対策にフェアリーがいるわけですね。熱い脂肪。熱い脂肪ってなんだ？熱い脂肪。全然知らない特性ですね。熱い脂肪で守られてる炎タイプと氷タイプの技のダメージ半減。え？でも、無双無と水タイプだから、半減なってますよね。半減の半減っていう感じになるんですか、これ。もう絶対効かないもんじゃ。ってこと？重複しないのかな、それとも。ちょっとわかんないんですけど。シマスキャンでキャッチしたポケモンの気配がなくなった。シマスキャンが終了した。よし、ちょっと、足が痺れてきました。今、石の上で正座してて、足痺れちゃいましたね。足めっちゃ痺れてます。よし。私はしたいことがあって、なんか、こういうところで意外と、なんか落とし物とかあるんじゃないかなって、思うんですよね。あと、地軽でキューブもちょっと探してたんですけど。足痺れてる。足痺れてる。ないのかな？足がやばい。足が、ちょっと、ないかな。なんか、面白い落とし物。金の玉とかないかな。足が痺れる。あ、きっと、これで治るはず。私の足、早く、痺れ治って。くんかくんかしてるからさ。足が、あー死ぬ。足が帰ろう。おいしょ。なんか他にクンカクンカできるとこないかな。よマリルってやっぱりあれかな、厳選した方がいいかな。せっかくだしもんね。ただ、バンク解放後も使えるかどうかだな。今から厳選したらバンク解放来ちゃうもんな。いやー、どっかないかなー。お！やんけー。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバーイー。足やばい。